さっきまでは何の変化もなくすこぶる調子が良かったのに、こんな時にというタイミングでやってくるのが便秘というものだ。それも比較的緩めの状態で襲ってくることが多く、そうなると並大抵の締まりでは歯が立たないものである。今回紹介するスレは、そんな状態の便秘に、電車の中という密室空間で襲われてしまった一致や運転士についてだぞ。緊急、電車の中だけどお腹痛い。下痢かも。結構やばいかも。次の駅までまだ15分くらいある？対処法教えて。飲んでくれそうな人を探す。腰を揉むとお通じが良くなる。よしてくまれ。これはとっておきの対処法なんだけど、その場でうんこをぶちまけると腹痛収まるよ。マジおすすめ。ズボンと下着まくって窓から怠け暮らせばいいらん。ヤンキー座りで周りを威嚇して人を遠ざけるんだ。早くしろ。切羽詰まっているのが自分じゃないことをいいことに、ここぞとばかりに悪乗りするスレミンがいる一方、まともな対処法を書き込んでくれるスレミンもいた。右手も親指で、左手も親指と人差し指の間の柔らかい部分を、限界まで肛門引き締めながら奥に押し込む。ストッパー。とりあえず足をクロスだ。そんだけ田舎路線なら、うんちゃんに止めてくださいつって。途中で民家行ってトイレ借りてもらいなさい。手でいいから腹温めろ。じわじわ波をごまかせる。ガスだけ抜けよらららら。容積減るから少し楽になる。果たして身を残したままガスだけ出せるのだろうか？下手をしたら下の口からこんにちは状態になってしまうと思うのだが。ふかしたら楽になった。肛門活躍筋って誰の一致はできたようだ。さっきストッパ飲んだけど全然効かない。っていうか以前病院でストッパって効きますかって聞いたら、お腹痛くなってからじゃ遅いでしょう。って言われた CM みたいにはならない。第一波を耐え、ひとまず安心した一致。しかし波というのは、後から押し寄せてくるものほど強力なものになっており、そのことを知っているスレミンたちはレスの手を緩めようとはしなかった。気をつけろ。油断した隙にサードリゲヌが来るぞ。腹痛、まだ始まったばかりだ。次に引かそうとしても乱れるわな。手のひらの中央部分にくぼみがあるから、深呼吸しながら親指で押してみろ。ツボを押して気を紛らわせ。なるべく背筋を伸ばせ。そうすると活躍筋が自然と締まる。いいか、必ず耐えろよ。運動会の曲を脳内で流すといい感じに耐えられるぞ。こうして一気から反応がないまま、気がつけば20分が経過していた。連れ立ってから20分が経過したわけだが、一致は間に合ったのだろうか。一致です。駅のトイレに駆け込むも二人待ち、仕方なくつま先小走りで駅前のセブンイレブンのトイレに駆け込みました。なんとかセーフでした。まだお腹が痛いですがそれもまた快感です。今回学んだことはお腹が痛くなったらエアコンは外せ、周りの雑音を聞くと少し腹痛が収まった気がしました。あとストッパはお腹が痛くなってからでは遅い。皆さんありがとうございました。なんとか無事に生き延びることができた一致。いろいろなアドバイスを伝授してくれたスレミンに感謝を述べた。間に合ってよかったな。おつ、よかったな。今日の出来事を糧にしてこれからも頑張れ。イヤホン外すのは共感できる。あのベース音はお腹に悪いぜ。電車が大変なことにならなくてよかった。ここであるスレミンから面白い情報が提示される。うんこは腸にとどまるをずっと唱えながら30秒に1回肛門を閉めて、膝曲げて前傾姿勢だっけ？トリビアでうんこの我慢の仕方あったよね。あった。これだ、うんこは腸にとどまるぞという自己暗示をかけ、約10秒ごとに肛門の活躍筋を休ませ、また、閉めるという反復操作を繰り返し、ゆっくり歩く。それ嘘でしょう。嘘のような話だよな。しかし、ある心理学者は、この暗示方法はうんこを我慢する最良の方法であると言っているほど、信憑性が高いものとなっている。うんこは腸にとどまらない。突き出す。って我慢してる奴の横でつぶやきたい。スレミンたちにとって暗示を解くなど朝飯前だったようだ。一致と同じように、急な便秘に振り回された人は多いようで、スレミンたちも体験談を書き込んでいった。一部を紹介していこう。3日間下痢と若干の腹痛が続いた影響で、今日の予定をキャンセルして休んだ俺は勝ち組だった夜だな。
同じ状況で会社に遅刻の電話して途中下車。トイレに着いた時に見たあの行列。テストが始まった瞬間に、下痢に襲われた時の絶望感を思い出した。ここだけの話、俺も先々月に一致みたいな状況になった。ようやく便所にたどり着いて、ドア開けた瞬間1センチメートル漏れたわら、ズボンは無事だったが、下着に。便所の手洗いでジェブジェブ洗って、濡れた下着を履けないからその日はノーパンで過ごしたが、誰かに見られたら終わってたわら。中央線の通勤ぽっかりを思い出した。国分に、新宿間で腹が痛くなったあの日は辛かった。小田急快速急行がやばい。新百合ヶ丘から下北沢まで止まらない。乗車時間が長い上に、電車内にトイレが設置されていないとなると、乗客側としては困ったものである。しかし、やばい状況に陥るのは乗客側ばかりではなかった。もう一つのスレを紹介していこう。地方、JR、運転士が運行漏らして電車が遅延。3日午前5時19分頃、東京都府中市の JR 武蔵野線北府中駅で、府中本町駅発東京駅行き下り電車の男性運転士が腹痛を訴えた。JR 東日本八王子支社によると、運転士は隣の西国分寺駅国分寺市でトイレに行ったが、乗務の継続が難しいと訴えたことから運転士が交代。この影響で武蔵野線は最大で約20分遅れた。かわいそう。これはしょうない。運転士も人間やしな。生理現象まではどうしようもないやろ。乗客は降りたり電車にあるやつ使えるけど、運転士なかなかできんやろうしな。しゃあない、切り替えてけ。どんなにプロ意識が強い人でも、急な便宜の前では赤子同然なのである。運転席を便器にしとけば解決する。大人用おむつで解決やん、こんなん。もう座席全部便器にしろや。制御盤常備しとけや。車掌室にトイレくらいつけとけや。様々な解決策が提案されたが、実現するには問題がありまくるものばかりだった。運行停止。うんこが乱れると運行も乱れるんやな。ここで運転士と思われるスレミンが登場し、他のスレミンからの質問に答え始める。運転士って突然トイレ行きたくなった時いつもどうしてるの？指令に連絡して交代要員手配してもらう。あとは混乗で交代駅まで頑張る。なるほど。ってことは次の駅で交代？次の駅まで長かったらやばいね。次の駅とは限らん。競技間対比があればその隙に行くらしい。運事情なだけに、まさに運任せということらしい。そんな運任せな運転士という職業に対し、スレミンたちは優しさを見せる。風邪をひくのは自己管理不足やがら、運は不可抗力や。うんこが許される風潮。運転士うんこしたい20分遅れ。しゃあない。これぐらい許せよ。体調不良はしゃあない。それをフォローできる体制を作れているか否かが重要や。うんこによる遅延は JR 以外の場所でも報告されていた。トイレ行かせて江ノ電バス運転手が乗客残しファミレスへ。江ノ島電鉄神奈川県藤沢市が運行する江ノ電バスの運転手が11日に路線バスを運転中。バス停で車内に乗客を残したまま、ファミリーレストランのトイレに駆け込んでいたことが13日。わかった。江ノ島電鉄によると、11日午後5時20分頃、藤沢市本久下沼のバス停に男性運転手36がバスを止め、申し訳ないのですが、トイレに行かせてくださいとアナウンス。エンジンを切ったほか、車輪に輪止めをかけて、バス停前のファミレスでトイレを借りた。約20人の乗客がいたが、苦情はなかった。これたまにあるらしいけど苦情の言いようがないわな。乗客全員何十人やったんやろな。うんこしたいのにちゃんと輪止めして偉いね。生理現象やからな。しゃあない。車とうんこは急には止まらんからな。しゃあない。優しい世界。この江ノ電バストイレ駆け込み事件に対してもいくつかの解決策が提案された。おむつしとけ。トイレがないとうんこできないという無意識を疑え。そもそも運転士の椅子をトイレにしとけいいだろ。そしたらうんこをしながらうんこできる。運転手二人用意しておけばええだけやん。なんで一人しか乗せないの？いい加減排泄なんて、そこら辺でしてもいいっていう常識を持ってほしい。人それぞれの意識が変わってくれば解決できそうだな。何ケーミンとか言うなんでもかんでも、
噛みつく逆張り集団でもうんこ漏らしには寛容。ラウンにだけは寛容な芸人。何芸人って他のことなら、ぬほど叩くくせに、脱藩に関してはめっちゃ寛容だよな。何J のうんこに寛容な精神すこ。何でも実況J だ。いわゆる何J民にも優しい心は残されていたんだな。このように好意的なレスが多い一方、異論を唱えるスレ民ももちろんいた。なんでお前らそんな甘いん？体調管理できてないだけやん。突然のうんこ痛は体調管理でどうにかできることじゃねえよ。エアプは黙っとけ。人身事故？ごらー、JR さっさと動かさんかい。こっちはお客様やぞー。うんこ？ならしゃあない。なぜなのか。人身事故はどう考えてもわざとなケースが大半やからな。生理現象なんてタイミングをコントロールできないし。運転室にトイレつけろとか携帯トイレでしろと言うけど、そんなことしたらうんこの匂い染みついて運転に集中できなくなるやろ。我慢する方が集中できねえだろ。生理現象で漏らしてしまう人には優しく接してくれる2チャンネル。そんな2チャンネルが利用できる現代に生まれてこれて感謝しかない。かわいそう。これで減給とか首になったらワイが抗議する。そういう目に見える処分はせんのや。査定を落として5年後に同期と明らかな差がつくようにする。それは性格悪いな。陰湿すぎやろ。緊急下においてエンジンを切った上、輪止めまでする有能運転手。ニュースになったがために社内的にはどうなんだ。有能が正当な評価をされない我が国日本。輪止めも日本、うんこも日本。寛容な2チャンネルに比べて社会という巣窟は怖いところだな。さて、ここまではうんこを漏らすということに罪悪感を感じてきたが、次は思考を変えてみないか。電車内でうんこ漏れそうな時に脳内で流れる、流したい BGM。人によって、激しめな曲で意識をそらすタイプと、平穏な曲で便意を落ち着かせようとするタイプに分かれるぞ。まずは激しめタイプの曲だ。帰ってきた酔っ払い。運命。カルナック業が出発の時の BGM。ちびまる子のピンチな BGM。地位戦場のアリア。いわゆけ若鷹軍団。天国と地獄。漏らしてしまえばある意味天国がやってくるだろう。マリオのスターになってる時のやつ。ドリス。ワルプルギスの夜。マリオの制限時間が残り少ない時のやつ。うんこ10日まで残り99秒あたりから流れるだろう。ポケモン BW の HP 赤くなった時の BGM。電車通学中うんこ漏らした時に流れてたのがスマックザット。今でも聞くとうんこ漏れそうになる。勇気もいいずん。おしっこ漏れそうな時も流れる。銀の竜の背に乗って踊る大捜査線のメインテーマ。プチコスポスト。運動会の徒競走で流れるやつだな。クロノトリガーの魔王のテーマ。魔王。どうあがいても結末はバッドエンド確定。千年幻想郷。ターミネーターのテーマ。リズムエモーション。ビッグブリッジの死闘。ロッキーのテーマ。トランペット好きの休日。仮面ライダークーガの戦うシーン BGM。 暴れん坊将軍のテーマ。ドラゴンボールのやつ。運を7つ揃えると何かが起こるかもしれない。夜の踊り子。グレイテストショーマンのメインテーマ。レッドクリフ。ブリーフトランクスの青のり。バイオ2の研究所から脱出するときの曲。うんこハザードだけは避けたいな。チャラリ鼻から牛乳。ラードの負けないことってやつ。ペニシリンのロマンス。我慢の限界に気がついてあげてほしい。空船。ガンダムゼットのレッレッレってやつ。ワルキューレの気候。次に紹介するのは平穏タイプな曲だ。津波。孤独のグルメのやつ。ヌッツの金貨のスターの音楽。どっちかってとションベン我慢してる時の曲っぽいが。リムのペリ。パリは燃えているか。水の流れるヒーリング音楽や。水の滴る音とともに。君だよ。グリーングリーン。アベマリア。キャプツマサのロスタイム。鬼塚月広月光。腐敗した世界に落とされたのはうんこで間違いないだろう。ホタルの光。翼をください。お経やろ。こんにちは赤ちゃん。ゴッドファーザー。たくさんのレスが挙げられる一方、中には BGM すらも思い浮かばないというタイプのスレミンもいた。そんな余裕なんてないだろ。
出るか出ないかしか考えられない。BGM 流れてるうちはまだ余裕やん。エアプドのか。実際は腹のゴロゴロ音に神経傾けて集中してるから、脳内 BGM なんて考えてる余裕なんてねえわ。わからなくないわ。ましてや回ってたとしても覚えとらん。いかがだっただろうか。君はどのタイプだった？思い当たる曲や、今後採用してみたい曲は？はたまた、いざという時の参考にはなっただろうか？便意は生理現象であって恥じることでもなんでもないが、どうしても我慢しなければいけない状況ならば、今回のスレを参考にいろいろと試してほしい。最終的には運任せになると思うがな。